はいどうもこんにちは、ピアソンです。今回はデッドバイデイライトね、遊んでいこうかなと思います。いや、超久々だね。実はね、2年ぐらい前に1回ね、PC 版で遊んでそれを動画にしたことがあるんですけど、まあ本当にね、それから全然やってなくて、まあ久々に今日やろうかなということで、遊んでいこうかなと思います。もちろんね、戦うのはキラー側、追いかける側で遊んでいこうかなと思います。で、いろいろね、まあこの殺人鬼の中に種類がいろいろあるんですけど、まあ聞いた話によると、まあこのナースってやつが、まあめちゃめちゃ難しいらしい。他のキラーに比べてぶっちぎりで難しいけど、使いこなしたら本当に無双するぐらい強いっていうことを聞いたんで、まあ初心者の俺でも、まあ他のね、第五人格っていう追いかける系のゲームで僕8000時間ぐらいやってるんで、まあそんだけやってるんだったら、まあ初心者でもナース使えるんじゃねえかなってことで、今回ナース使っていこうかなと思います。はい、今の状態なんですけど、多分ね、このチャンネルで今俺の動画見てくれてる人は第五人格は知ってるけどデッドバイデイライトあんま知らないよって人多いと思うんで、まあ今回軽くね、ここだけ押さえとけば全然初見でも楽しめるっていう部分を説明しながら、遊んでいこうかなと思います。で、今の状態はほんとね、パークって呼ばれるやつ、まあ第五人格でいう人格だね、それを、ひとまず揃えてきたっていう状態、本当にチュートリアルが終わったっていうぐらいのレベルになってます。で、第五人格と違ってね、デッドバイデイライトほんとこのパークをね、取るのがめちゃめちゃ大変で、まあ基本的にこの4つをうまく選択して、好きなやつを組み合わせて戦っていくんだけど、こんな感じでいっぱいある中で、ああじゃあこれとこれとこれを組み合わせて戦っていこうっていう感じなんだけど、まあこのパークがね、それぞれのキラーのレベルを上げないと取れないよね。まあこれ今使ってるのナースなんだけど、今俺がセットしてるこれもカニバルっていうキラーのレベル上げして、これをハグっていうキラーのレベル上げして、これはブライトっていうキラーのレベル上げして、でこれはクラウンっていう、キラーのレベル上げしなきゃいけないから、それぞれのキラーにレベル上げが存在するので、こんな感じで、でかなりそのレベルの後半にならないと取れないパークとかもあるから、まあそれが大変って感じ。今回選んだパークはこの4つにしました。はい、1つ目バーベキュー&チリ、まあこれはねほぼ、指名手配みたいな感じで思ってくれたらいいかな。はい、続きまして破滅、まあこれはなんとなく名前聞いたことある人はいるんじゃないかな。まあ例えばですけど、その発電機を7割まで進めました。まあただしそっから1回手を離して治療とか救助に行こうとすると、自動的に回復進捗が下がっていくっていう、もうとてつもなく強いパーク、これが強いから、やっぱデッドバイデイライトはキャンプより全体負荷の方が強いっていう風に言われてますね。まあただしこれね、ずっとやってその全体負荷しまくってれば最強なんで、サバイバーはこのパークを壊すことができます。マップの中でね、ランダムで生成されて、それをうまく見つけると破壊することができます。ただね、それ開幕10秒で破壊されることもたまにあるんで、それを防ぐために、今回はこちら不死を用意しました。不死っていうのは1回だけ破滅の代わりに身代わりになって壊れてくれるパークです。だから、うん、身代わりだね不死が壊されて次に破滅が壊されるって感じになっております。で、さらに不死も破滅も壊れた時用に、今回はイタチが飛び出したってやつを、つけてきました。これが何なのかって言ったら、まあ第5でいうほぼ異常みたいな感じかな。サバイバーを吊るすたびに発動できて1回だけね、即座に暗号機の、回復進捗を 25% 戻すことができるっていう感じになっております。まあこんだけ遅延もりもりだから、まあかなり全体負荷を挟んでいけばいけるんじゃないかなというふうに思っております。さあ、緊張の一戦遊んでいこうかなと思います。で、デドバ初見の方にも分かりやすいように要所要所で解説できればしていこうかなと思っております。で、このキラーナースの能力なんだけど、このようにチャージして、チャージした時間に応じてかなりの距離を高速で移動することができます。で、これが2回まで使える。で、2回使ったらこのようにスタンしてしまう。まあこの高速移動のことをブリンクって言うんだけど、もうこれをね、ドンピシャでサバイバーにぶつけないと、この硬直の後のスタン時間で一生距離が追いつけないっていう感じのキャラクターなので、まあデドバの中でも最強クラスに強い代わりに最強クラスに難しいっていう風に言われてるんだよな。オッケー、まずは一発で。で、この赤いやつ、これがね、あのデドバの足跡ね、これをうまく見て、サバイバーを追っていく。帰ってきてんな、これ一回行って追いつけるぞオッケー、よしよしよし、いいね。さあ、順調にまずは1人目を捕まえていく。で、デドバのね、おもろいとこがね、ちゃんとキラーの判定の長さが武器の長さ分しかないんよ。まあ、結構第5とかってその自分の武器の長さよりも体1個分ぐらい、長いんですけど、攻撃判定がちゃんと武器の、ああこれだ、武器の長さ分しかないから、より一層マジでね、シビアなんよ判定が。なので、まあ板の引き打ちとかっていう、そういう読み合いの概念もなかったりはします。さあ、1回やって、いけ、ああやばい、振っちゃった。これ振っちゃったらね、このようにスタンしちゃうから、こう板やれるけど、はい、OK。まあ連続で使えるんで、で、このね、使える回数とか、クールタイムは、画面の、OK、ダウン取った。画面の、一番左下の1とか2とか、今チャージされていってるやつ、あれが、今ブリンクできる回数になってますね。うん。今2って書いてたら2回ブリンクが使えます。で、今回アドオンなんだけど、アドオンっていうのは最初に言った、
能力を味付けするやつで、あれは今回はこのブリンクの距離を、伸ばすやつとブリンクした後のこのスタン時間を減らすやつをつけてみました。さあとりあえず、おっていうかどこ行った？やばい、わかんねえ。もうほんとね、デドバはね、やっぱ一人称視点だからね、すごい障害物が多くて見えづらいよね。索敵がほんと難しい。さあ追っていくか。こっち側入っていって、とりあえず目視しよう。目視してしっかりとブリンクを当てていきたい。ミスったらマジでやばいからな。一回こっち行って、あ、危ない。オッケー。そう、ナースは結構やっぱ予測していくから、予測読みで引き返してくるサバイバーが多いので、なんかそれに対して引き返してくる読みなどが結構高度な読み合いになるのがおもろいところ。よし。で、あとこれね、ネットで調べた情報なんだけど、どうやらデドバはね、一人吊るしてから、その吊るしてる間の耐久ゲージの時間が90秒あるらしいよね。だから1分どころじゃなくて90秒もあるので、まあ、なかなか一人飛ばすのが難しいんで、まあ、より一層キャンプしてる暇はないので、しっかりと、破滅を効かせながら、全体負荷で進んでる暗号機を、発電機を、交代させていきたい。ああ、うまい。今ね、ナースの見てる方向を見て、しっかりと引き返していたね。まあいいや、あの人は置いといて、こっち側回されてる？回してるね、ここも、どんどん破滅生かしていくよ。さあ、てか知らない間に、不死壊れてんな。破滅のお守り1個壊されてます。壊されてます。OK。さあ、あ、待って、今、破滅壊された。このね、爆発音ドゴンドゴンっていうのが、まあ救助だったりとか、スキルチェックミスだったりとか、OK。呪いのトーテム、破滅とか不死が壊されましたよっていう、通知になってます。もう一人はいないか。なんか OK。じゃあ、吊るしてしまいましょう。で、あと画面の見方の、説明なんですけど、まあ大体わかるよね。うん、多分。大体わかるよね。画面の右下の方。右下の方は自分がこの試合で持ってきたパーク。で、光ってるやつが今発動中のパーク。で、光ってないやつが全部死んでるパークなので、今、不死破滅が死んだ。で、今、イタチが光ったんで、イタチが今使えるということで、イタチをしっかりと使っていきましょう。イタチはサバイバーを吊るすたびに一度だけ発電機のゲージを 25% 交代することができる。向こうがバチバチやってる。この人、まあ、守っていくか。結構何回も吊るしまくってるよね。さあ、こっち側追っていきたいんですけど、なかなかサバイバーの姿。いた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 。さあ、乗り越えた。あ、OK! 窓乗り越えた先にブリンクを当てていくと。いいっすよ。で、こっち側行ったかな。この人、多分、次で終わりじゃない？ OK! 今回、デッドハードはなしか。よし。サバイバーにね、すごい強いアイテムとか、パークがありまして、サバイバーもさ、もちろんそのダッシュ系のパークがあるんですけど、その中であるデッドハードっていうのがマジで強くて、まあ第5で言うんだったらサバイバー版進出鬼没みたいなものがあって、まあ、もちろんその障害物を貫通して移動することはできないんだけど、そのちょうど判定1個分を高速移動で避けれるから、1回分読み合いをね、延長することができるっていうパークがマジで強い。厄介相手にしてて、それが今回少なさそうなのがありがたい。さあ逃げていったけど、はい、オッケー。この人も次でラストじゃない？さあどんどん釣り顔していくよ。さあしっかりと2回分ブリンク貯めて、1回で2回目、あぶねえ。2回目のブリンク読みでちょっと下がろうとしてたけど、なんとか旋回追いつきましたね。よし。さあ向こうが、いやー、ついに発電機上げられちゃった。今5っていう数字が4になったと思うんだけど、あと残り発電機が4台分ですよっていう印だね、左下です。あー、向こうがバベチーが、あー、何この引っかかり、何この引っかかり、知らないそれ。向こう側で今バベチリが反応してて、生存者2人がまとまって回復してるのが見えたんで行きたかったけども、謎の引っかかりによって遅れてしまった。いけ、多分この辺だよな。いた、向こう側の発電機回そうとしてる。ほとんど回ってないな。イタチ使いたい気持ちもあるけど、まあここは温存しながらしっかりと追っていきましょう。はい、オッケー。よし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 。デトバはね、結構ちゃんと人対殺人鬼、まあ特殊能力持ちのそういう怪物との戦いっていう感じのゲームで、結構第5ってさ、もうあれ、もう超人 VS 超人のさ、もう異次元バトルじゃん。だからこれはね、ちゃんと人間対、まあ、あの怪物なので、ほんとね、細かいその読み合い、キラーがどっちを向いてるとか、どっちにステインを誘導してるとか、そういうステイン隠しとか誘導を、まあどう早めに判断して読み合いをしていくかっていうね、そういうめちゃめちゃ細かい一動作一動作が大事になってくる、純粋なチェイスの楽しさを教えてくれるゲームですね。さあとりあえずこれで2人飛ばしたから、これ2人飛ばして残り暗号機、発電機4台は厳しいんじゃない？こっち側、あー向こう側、この人多分1回も釣ってない。あー、うまいね、この人。あ、うまい。
振っちゃった。これが分かる、上手い人。ちゃんと行ったふりしてすぐ引き返してくるやつ。でこっち側から行ってステインが見えてるんで、戻らせる。うまいね、全然ステイン。俺ほんとね、知らないの、このチェイスの仕方を。とりあえずナースのブリンクをもうゴリ押しで当てることと、あとね、もう一つはもう立ち回りでもゴリ押してるんで、デッドマンのチェイスの仕方僕知らない。ステイン誘導とかなんか知らない。どういう窓枠乗り越えたらいいとかも全然知らない。はい、帰ってくると思った。オッケー。もうこういう読み合いでしか俺勝ってない、もうさっきから。この人は結構後ろ向いてるタイプだから、いやー、ちょっと分かってた。いやー、待って、入社しちゃったな。そう、分かってるよ、この人はすぐ引き返してくる読みして、いやー、もう今それしたのに、今のも引き返してくる読みで振ったんですけど、逆に今回引き返してこなかった。なのでしっかりと当てていきましょうと。やべ、ちょっとぐだっちゃったな。でもそう、本来もうちょっとでもブリンク外すとこんだけチェイスが長くなってしまう、難しい。で、向こうか。さあ、向こうで光ってるんで、まあ、あの人を最後捕まえることができれば勝ち。よいしょ。あとデッドバでね、面白いのがね、左右のねエイムだけじゃなくてね、ちゃんと上下のエイムとかもあるから、結構銃を撃つキャラクターとかもいたりするんですけど、そういうのはちゃんとね、上下左右全てのエイムを合わせないとダメだったりしますね。それまた面白いよね。なんかこの辺でさ、光ってたよね。マジでね、光ってた相手の場所分かってて、最短できたとしても、すぐ分かんなくなってしまうのが、このデッドバイデイライトというゲーム。隠密をしてるサバイバー見つけるのがマジで難しい。この辺にもいないか。いやー、どこ行っちゃったんだろう。あ、救助行かれとる。どっから行ったんだ、マジで。本当にね、救助狩りが難しすぎる。どっから救助来てるのかっていうのは、今ぐらい情報があっても、なかなか難しい。サバイバーを通り越して、なんか俺が行き過ぎちゃってたんかな、なんかそういうなんかパターンもある気がするわ。いた、この辺か。あ、どこ行った、これ、この裏いる。いや、わかんないの、途中で切り返していった。あ、いた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 、なんか目の前から現れた。こんにちは。よし、で板倒しする。板倒ししても関係なく殴れちゃう。いいよ、よしよし。まあ、とりあえずここの板割っときますか。ここまで来たらどうせだったら全滅狙おうか。デドバのね、ハッチはね、ハッチ条件恐ろしくて、なんか、多分なんだけど、生存者が1人になった瞬間で、暗号機の、発電機の残り台数が関係なかったとしても、残り5台だったとしても、いきなりハッチ出現するんで、ここはね、気を引き締めてやっていきたいね。で、細かい勝利条件とかっていう話なんだけど、デドバは結構、その勝利条件っていうものがあんまりなくてですね、クリア後、ゲーム終了後に、その、ランクポイントがプラスになってたら OK っていう感じだから、別に、最悪、結構チェイスして、いろんなサバイバー釣りまくったけど、4逃げされましたってなっても、そのチェイスポイントとかが高ければ、全然ね、ポイントはプラスになったりするんで、まあ、明確なその勝ち、負けはないんだけど、まあでもで、ね、どうせだったら4釣り狙いたいんで、狙っていきましょう。もちろん4釣りする方がポイント高いんで、OK。もう分かったぞ、この人のチェイスの仕方。やばい、俺て、あれだ、戦いの中で成長してるわ。ちゃんと引き返してくる読みしてるサバイバーに当てれてる気がする。いやー、ちょっと待って、緊張するな。さあ、ここはしっかりと。いやー、出た、これデッドハード持ってたんか。さっき使わんかったからわからんかったわ。今のグンってなんか前に進むやつが、デッドハードね。あれ使ってる最中は攻撃が当たらなくなる。おまけにね、ほんとデッドバードね、一歩分の判定の伸ばすのマジで強いんよな。いやー、わかんない、今近場にいる感じはしたんだけど、音がね、マジで大事ですね、このゲームは。音と足跡。あ、これ普通に殴れそう、普通に殴れそう。けど、あ、殴れた。よーし、なんとかなった。でさ、まあ、今言う衝撃の事実なんですけど、ナースってね、まさかのね、あの、こいつだけだと思うんだけど、実はサバイバーより足遅いんですよ、このキャラクター。なので確実にブリンクを当てなきゃ、もう普通に歩いてるだけだったら一生あの距離が離れていくっていう、とんでも、あー、何これ、とんでもない、キラーでございます。まあ、なんとかなってよかった。てかこれ見てる人置いてきぼりになってないかな、不安だわ。なのでもし今回ね、あんまり喋りきれてないところがあれば、まあ、概要欄とかコメント欄で補足できそうなところは補足しておこうかなと思いますので、まあ、また今後ね、もしかしたらサバイバーとか、まあ、別のキラーとかでも遊ぼうかなとは思ってるので、よかったらその動画もぜひぜひチェックよろしくお願いいたします。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。